はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラの方、極限デビルラッシュ、こちらを、ドラゴンタイプのこいつ、エンシェントドラゴンナイトレックスを使ったパーティーでやっていきたいと思います。さあ、竜対悪魔、ドラゴン VS デビル、一体どっちが勝つのでしょうかね。まあ、ちょっとパーティーメンバーにね、ドラゴンじゃない人も入っているというか、まあ、人型のドラゴンも入ってますが、やっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。そういえばドラゴンゾンビ、君もいたな。ドラゴンゾンビ、君はドラゴンなのか、ゾンビなのか、悪魔なのか、どっちなんだ。いや、こいつはドラゴンゾンビや。どういうことや。まあいいでしょう。まあ一旦スキルを使って火力を出しつついきましょう。回復揃えられたね。もうちょっと時間があれば回復を揃えられたかなとも思いますが、まあ回復しないといけない場面でもなかったので大丈夫でしょう。2フロア目控えよう。確か 99% 割合ダメージだったかな。ヴァンパイアロードさん、お久しぶりございます。こうしてキドロップの攻撃もしておきます。 OK。 でこうして、おっとっと、あぶねえ。ちょっとたまに迷走するんですよね、僕のパズル。 OK、 なかなかいい調子で進んでおります。3フラメ、悪夢の衣、メフィストだったかな確か。毒ドロップが、落ちてくるようになってますが、毎ターンね、スキルの効果で消せますので、強いね。なかなか相性いいんじゃない？限界かな？盤面で8コンボ分できるようにはなりたいんですが、ドロップの数上仕方なく7コンボっていう時もありますな。さあ、4フロア目。魔王の眼光、ここで悪魔の王サタンさん出てきちゃいましたよ。順番っていうか、まあサタンって悪魔の王なはずなんですけどね。ボコっていきましょう。これは右下がいい感じに組めてるので、右下はこれで光限界だ。あー、もうちょっと1コンボ分あったね。9コンボ分あったけど、ちょっとパズルミスしました。普通に横に3個ずつやった方がいいかな。鼻から容赦しねえ。はい、容赦されません。毒ドロップだらけなんですけども、まあエンシェントドラゴンナイトセロレックスさん使ってこうするもよし、ただこれだとコンボ数が稼げないので、はい、コンボ数が稼げないならどうする、こいつを使いましょう。三成さん、こいつ三成だよな、三秀じゃないよな、ああ三成だ。たまにごっちゃになるんだよね。ちょっと待った、こいつはちょっと違う。オッケー、オッケーだけど盤面9コンボ分ありましたね。まあ失敗ではないので大丈夫でしょう。オッケー、突破。さあやってまいりました、ボスバトル、デッドギフト。こいつは一応死神扱いだったはずなんですがね、まあ悪魔ということでしつつ、盤面10コンボできればいいな。オッケー、まあ数える時間がもったいないので普通にコンボしていきましょう。これくらいだってやばい、パズルミスった。オッケー、危ねー。盤面10コンボできないけど9コンボ分あったかな。 OK、 よし、はい、ということで、死神さんグリザルも倒し、デビルラッシュクリアです。そうですね、先制攻撃以外ではダメージ受けてないんじゃないかな。ドラゴンより悪魔の方が弱いようです。ドラゴンの方が強いということが立証されました。何の説でしょうか。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。
コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。